さん、おはようございます。神田祭です。皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日は、6月の23日かな、木曜日になります。昨日はですね、ちょっと YouTube のお友達種木さんが、こちらの方にね遊びに、用事があってこちらにねついでに寄ってくれて遊びに来てもらいました。まさかのタヌキか何かわからないんですけど、せっかくねできたトウモロコシがだいぶやられてます。で今日が木曜日で土曜日がマルシェなんですけども、金曜日に収穫予定なんですよね、夕方で。そこで撮ってたらちょっとね一本でも多くタヌキよりタヌキとかねそういったのから守ろうと思いまして、ちょっとねもう早めに収穫しておこうと思います。味はねかなり落ちると思うんですけどもね、まあなくなるよりはいいかなと思って収穫しようと思います。はい、じゃあそれでは取っていきます。ね、せっかく 虫の被害を防ごうと思ってね早めに植えたんですけど、これタヌキがまさかねおるとは思いませんでした。ちょっと片手じゃね収穫しにくいので、収穫終わったらねまた取ろうと思います。はい、収穫終わりました。50本ぐらいは取れたかな。そのうちちょっと向こうにもまだ置いてあるんですけど、20本ぐらいはねやっぱやられてます。もうこんなんもね全部食べてくれればね、まあ、たまには動物さんの場所を借りてるのでねいいかなと思うんですけど、どうせ食べるんやったらねもうちょっと全部食べてもらいたいなと思います。この裏とかねこう綺麗なのにね、まだ食べれますので、ここを置いとったら食べるでしょう。よいしょ、この辺に置いておこうと思います。はい、じゃあ次ズッキーニももう取っとこうかな。はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。神田野菜です。今日ですね、6月の24日、土曜金曜日になります。今日ですね昼で仕事終わって帰ってきました。で明日マルシェです。でちょっともう編集が間に合わないかもしれないので、動画はねマルシェ終わった後かもしれないんですけども、そのマルシェ用の野菜を収穫していきたいと思います。でですね、昨日かな、昨日トウモロコシをマルシェ用にね、見に行ったんですけど、タヌキがねもうかなり、もう出来上がったトウモロコシをかじってまして、すごかったですよね。ちょっとねだいぶ3割ぐらいはやられてしまったので、ちょっと次回はね、タヌキに食べられても大丈夫なようにもっとねトウモロコシをまく量を、増やしたいと思います。ものはねすごくいいものができました。ぬかで作った割にはねよくできたので、まあ来年はですね、ぬかもまあもちろん使うんですけども、まあ鶏糞とかあと追肥もしっかりねしたり、土寄せとかもちょっとや手がねマルチしてるんで土寄せはいらんか、追肥とかをちゃんとしようかなと思います。はい、でトウモロコシはねもう収穫して梱包までしました。もう食べられてももったいないので、野菜セットもね1日空いてどうしても空いてしまうので、まあ、それと同じ条件かなと思ってもう収穫しました。で今日ですねこちらビーツ2号地で、野菜をね取って帰らないといけないのがいっぱいありますので、今日取っていこうと思います。まずはビーツですね。はい、取っていきます。はい、じゃあまずビーツ、ビーツシリンダーと丸いビーツですね、それ取っていきます。
ナイスピン。あ、やばい。おおめ。マルシェになりません。なんか持っていくもある。どこに何持っていく。このトリックの乗せてくれるって。あ、ほんと。あ、トイレまで、トイレまで、ここまで。下避難。雷が危ないね。でもどっち雷落ちてもさ、雨でビリビリってなるんだよ。やば。まあ風で飛ぶのはしょうがないよ。え、映って大丈夫ですか？こんにちは、おはようございます。神田祭です。今日は6月25日土曜日です。今日は、マルシェなんですけども、突然の雷雨でマルシェ中止になりそうです。すごいです。雨が、雷もね、かなりゴロゴロいってるんですけども、ちょっとね、晴れ間が昼間から晴れるということで予報やったんですけど、なんか変わりそうですね。ランニングしてる人もちょっともう走って帰宅するような感じで、ささっとね、帰っております。一応もこのマルシェはね、中止なんですけども、やっぱね、雷雨、こちら空気中のね、窒素を固定して地中にね、窒素を注いでくれますので、恵みの雨ですね。あと梅雨がね、今年から梅雨そうやったんですけどね、まあこの雨で一雨しっかりね、養分を下に、地中に溜め込んでくれればなと思います。あ、でも花綺麗ですね。この前のおっちゃんが管理してるやつですね。すごい上手ですね。今日はマルシェ中止になりそうですけども、この動画、そんなこともね、たまにはあると思いますので、動画に残してみました。雨がすごい。ああ、最悪だ。すごい雨が、足もびっちょびちょ。帰ろ。はい、帰ってきました。結局ちょっとね、まだこっちの北九州でも雨が降ってるし、雷雨がすごいんですけどね。いや、こちら野菜がね、いっぱい残りました。ちょっとね、雨が降ってるんでお見せできませんが、ちょっとこの雨でね、マルシェ中止になりました。もうせっかくね、収穫してもこうやって中止になるということがありますので、野菜の販売大変ですね。わ、すごいね、雨。ちょっとあっちの方
ちょっとね動画何もねなくても面白くないので、ちょっとこちらイエローフラのハウスに来てみました。こちらビーツのね種取りしてる分を干してます。あと玉ねぎですね。こちら自宅で食べる用の保管してる分ですね。あーでも今日は本当ね大変でした。ちょっとこんな天気でね何もできないです。まあとにかくこの YouTube を始めて良かったなと思うことは、このね不測の事態でもね動画を撮って楽しめる、むしろ動画を撮るチャンスやなというふうにね、ちょっとプラスに考えることもできるようになりましたので、普通やったらねわあこんなまあ雨でねせっかく収穫してマルシェでねお客さんと会えるとかね、いろんなもん売れるなとか考えて楽しみにはしてるんですけど、やっぱねこの雨だとへこむ、うわなん最悪やんとかねそういうことを考えると思うんですけども、こういう動画を YouTube をしててですね、やっぱこの雷を撮ったり、雷が落ちないかなとか、この豪雨すげえなとか、わちゃわちゃしてるところをね撮影しようとかね、いろんなプラスの方向に考えることができますので、皆さんもねこういった新規収納だったり野菜農家を目指している方ね、もう動画編集苦手な方、喋るのも苦手な方はいると思うんですけども、こうやってね動画にすることで考え方もね柔軟になったり自分の成長につながりますので、ぜひよかったらねこの動画見てくれてる方はですね、少なからず野菜農家を目指している方いると思いますので、ぜひねこういったポジティブシンキングできるようになればいいのかなと思います。はい、それではちょっとねわちゃわちゃした動画になってると思いますが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、あとベルマークですね、こちらの方を押していただければお知らせがいきますのでお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイビー。すげえ雨、雷か。